スチーブンソン式弁装置、スチーブンソン式弁装置、スチーブンソン式弁装置、あるいはスチーブンソンリンク、シフティングリンクは蒸気機関全般で広く使われた単純な構造の弁装置の一種である。ジョージ・スチーブンソンによって特許が取得されたが、実際には彼の従業員が発明したものであった。1830年代に蒸気機関車で使われる最も普及した。 便装置は、イギリスでは、ガブモーション、ガブモーションで、アメリカ合衆国では、V フックモーション、V ホックモーションであった。ガブモーションは、それぞれのシリンダーに2つのエキセントリックとロッドを組み合わせ、一方のエキセントリックが、前進用、もう一方が、後退用になっており、ガブによって、分配便を駆動するピンと必要に応じて、結合できるようになっている。 g a というのは X 字型をした部品で分配弁を駆動しているバルブスピンドルと中央部で接続されている。この X の両端にそれぞれ前進用と後退用のエキセントリックロッドがつながれピンでどちらかが X 字の中央部に固定されることで駆動力を伝達し固定されていないもう一方のエキセントリックドは X 字の外側で空振りをする構造になっている。ガブモーションは 使い方が難しく、また、弁の動作タイミングを変えることができない不器用な機構であった。1841年、ロバート・スチーブンソンカンパニーで働く二人の従業員、製図担当のウィリアム・ホー、ウィリアム・ハウト型製作担当のウィリアム・ウィリアムズ、ウィリアム・ウィリアム,リアムズがガブを置き換える単純な方法を提案した。垂直方向に穴の開いたリンク、 エキスパンションリンクを作り、その両端にエキセントリックロッドの末端を接続する。進行方向を変えるには、リンクとエキセントリックロッド末端を丸ごと逆転機ハンドルからリーチロッドによってつながっている、ベルクランク、L 字型に力を伝達する、クランクによって植えたり下げたりする。これによって逆転動作が簡略化されただけではなく、ギアを半端な位置に設定することができるようになり、 全身、後退エキセントリックからの動きを異なる比率で、組み合わて、バルブを短いトラベルで駆動し、一行ほどでの蒸気の供給を早くカットオフして、シリンダー内に供給される蒸気の量を減らし、ボイラーから吸気し続けるのではなく、蒸気自体の持っている膨張力をうことができるようになった。出発時や勾配を上るときには、長いカットオフ、通常は 最大出力の70から80%くらいで動かして勢いがつくに従って蒸気の膨張を利用して燃費を良くしリードを駆使工程末端で高い圧力による干渉効果が得られるようにカットオフを短くしていくということが標準的な習慣となったこのプロセスはリンキングアップリンキングアップとかノッチングップナチャイングアップとよく呼ばれる後者は 逆転リバーを正確な位置に保つために刻まれたノッチに合わせることから言われるようになり、回転式逆転ハンドルになった後にも使われ続けた派である。スチーブンソン式のさらなる長所は他の多くの方式にはない可変のリードである。ギアの位置に応じて低速でフルギアにして動いている時にはピストンの工程の末端で圧縮や背をかなり減らすことが可能であり、 勢いがついて、カットオフが短くされた時には、リードが自動的に早められて圧縮量が増え、ピストンの工程の末端でのクッション効果を発揮し、また残存している蒸気の温度を維持して、次に、吸気工程が始まった時に入ってきた蒸気の温度が下がることを防ぐことができる。アメリカの機関車では、一般に大枠内側に設置された内側スチーブンソン式、 弁装置が1900年前後まで用いられ、その後急速にワルシャート式弁装置が普及した。ヨーロッパでは動輪の外側に設置してエキセントリック、またはリターンクランクで駆動するか、主にイギリスで用いられたように大枠内側に設置して同軸からエキセントリックで駆動された。アブナドブルはスチーブンソン式弁装置を以下のように表している。 大きな機関車にでも、小さな機関車にでも使える、最も普遍的に適した、便装置である。とても単純でありながら、とても正確に動作する上に、その大きな長所は、その視点、エキセントリックのシャフト、クロスヘッド、リンクをつるアームの間の正確な関係が、バルブの動作によらず、正確性が自己完結しているということである。すべてのシリンダーが同一平面にある機関車では、 私の考えるところでは、スチーブンソン式が最高の選択である、スチーブンソン式の本質的なモーツの利点は、フルギアの時に例になり、カットオフが短くなるにつれて増える、可変のリードである。スチーブンソン式弁装置は逆転動作を必要とする、すべての蒸気機関にとって便利な配置であり、定置式蒸気機関、鉄道の蒸気機関車、トラクションエンジン、蒸気自動車、 白用蒸気機関など幅広く使用された。白用では、ローンチリンク、ローンチリンクと呼ばれるものを採用しており、これは一部の機関車でも用いられた。ローンチリンクは、通常の機関車用のリンクより長いものであった。小さなリンクは、初期のイギリスの機関車のように、ボイラーの下の空間が狭く、スペースが手も貴重なもので用いられた。機関車用のリンクは、 エキセントリックロッドの末端がリンクの端に取り付けられているのに対して、ローンチ型ではリンクの脇に取り付けられており、フルギアの時にピストンロッドへより直線的な運動ができるようにし、もし必要ならば長いバルブトラベルを実現することもできた。ローンチ型は1850年代からアメリカの機関車ではとても一般的に用いられたが、ヨーロッパでは1846年にはすでに、 存在していたにもかかわらず、ボイラーの中心線が挙げられて、十分な空間が確保れるようになる1900年前後まで、一般的に用いられるようにはならなかった。リンクモーション式弁装置の中では、スチーブンソン式の配置は最適であると考えられる。にもかかわらず、逆転動作のために、丸ごと上下に動かす必要があるリンクを必要と、するということは、スチーブンソン式では、 かなりの垂直方向の空間が必要であるということである。導入初期には機関車の重心をできる限り低く保つことが重要であると考えられており、そのためにボイラーの中心線を可能な限り下げるようにしていた。イギリスでは一般的に便装置を大枠の内側、ボイラーの下に配置していたため、極めて窮屈な場所に置かれた便装置を保守するの困難であった。 また、リンクの重量とエキセントリックロッドの末端を一緒に持ち上げる必要があるため、逆転動作はとても労力を要するものであった。こうした問題に対処するため、2種類の派生型が開発された。グーチ式弁装置、グッチバルブギア、ダニエルグーチによって発明されたでは、逆転およびカットオフの機能は、バルブロッドと固定されたリンクとをつなぎ、固定点を中心に回転する。 ラジアスロットを上下させることによって実現されている。長所は、弁装置の高さを抑えることができるということと、逆転リバーで、ラジアスロットの重さだけを操作すればいいので、逆転動作が軽いということである。この構成により、リンクは、エキセントリック側に対して、O になっているのではなく、一つになっている。偶知式の欠点は、フルギアの時にエキセントリックロットとバルブスピンドルの、 間に角度がついているという点である。スチーブンソン式では、フルギアの時に力がまっすぐ伝えられる。また、グーチ式ではカットオフに関わらず一定のリードとなる。このことは、同じような機関車にグーチ式とスチーブンソン式を装備して営業運転で比較した時に欠点として観察される。 グーチ式弁装置は1860年代まで、いくらかの技術者によって用いられた他はイギリスでは普及しなかったが、フランスではとても一般的なものであった。ア,アラン式弁装置、あるいはアラン直線リンク弁装置、アラン、ストレートリンクバルブギア、1855年にアレキサンダー・アランによって発明されたでは、スチーブンソン式とグーチ式の特徴を組み合わせている。 逆転とカットオフの機能は、ラジアスロットを上げながら、同時にリンクを下げる、あるいはその反対に動かすことで実現される。グーチ式のようにスペースを節約しながら、スチーブンソン式に近い性能を出す。さらに、直線のエキスパンションリンクが工作を簡便にした。これもまた、イギリスではあまり使われなかったが、ヨーロッパ大陸ではかなり使われた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。